まあ僕ら一応日本の市場で今現状勝負してるじゃないですかでそれ見た時に1兆円っていうプレイヤーで誰だっけって思うと身近なところだと前田さんのゾゾタウンがありますと、うんうん、で、まあ、見てみると500億円で1兆円ですと、まあ、それで考えた時に、えー、と今多分日本の僕らのライブ動画配信かける課金のプラットフォーム大体多分日本の市場規模って数百億だと思うんですよ、うん、つまりマーケットシェア100%でも数百億くらいしか取れないんですよね でなんで意外とこうライブ動画配信かけるギフティングってめちゃくちゃこう盛り上がりそうだねと日本では1兆円の,こうあの直接課金ゲーム市場があるからモバイルゲーム市場があるから行きそうだねってだけどまだちっちゃいのなんでかってことをすごい考えてみるとあの僕は演者の数って結構キーワードだと思ってましてつまりさっき言ったようにえっと1演者に対して100万人のファンがつきますっていう状況になった時に1人で100万人とコミュニケーションできないじゃないですかなので限界が来るんですよね。 なんで演者の数が増えていかないことにはその向こう側にいるお客さんの数が増えませんとよりこう分散的にあのまさにいつもスナック街って言ってるんですけど1スナックで多分抱えられるお客さんって100人ぐらいの常連の限界なんですよでただそのスナックを、えっと、1000個とか1万個持ってる道元って一番儲かるよねみたいな議論と一緒なんですけどそれをどうやって広げていこうかと思った時にさっき赤川さんがおっしゃってた僕はのバーチャルなんですよねだから多分今回次の一手って書いてますけど、まあ、ショールームで最近 VTuber ってあのまあ V ライバーとも言うんですかね バーチャルキャラクターになって配信するっていうのをやってるんですけどやっぱ全然こうあの別人格になって別のキャラクターという、まあ、コスプレをまとって配信するのってあのこうハードルが全くあの違うんですよねそれをバーチャルに乗せていくことによって、えっと、発信者の数、うん、コンテンツを供給している側の数がもう一気にこう飛,躍飛躍的に増えると思うんですよねでそうするとあの1コミュニティにおけるお客さんが仮にこう100人が限界だとしてもその演者の 1>, 1対 N の1が増えるから結果としてあのお客の向こう側にのお客さんの数も増えて売り上げが伸びると思ってますとなので僕は1兆円を取る日本市場において1兆円規模のビジネスを作るキーは僕はバーチャルからと思ってますなるほど